これでミントシロップの出来上がりです。ちゃんと助けてこんにちは、ハーブ美容家マーリーです。今日はミント活用術としてミントシロップの作り方をご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルはハーブやアロマ、クレイを使って自然な暮らしを楽しみたい方のために情報を発信するチャンネルです。興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では作っていきたいと思います。もうとっても簡単に作れます。今日のミントシロップに使う材料はまずはミント、何でもいいです。ミントを50〜60g、お水は 200ml、 お砂糖、何でもいいです。色をきれいに足したいときはグラニュー糖を使います。お砂糖を120〜140g、お好みで甘いのが好きな方は多めにしてください。基本は 120g です。あとはレモン、最後に搾るレモンはもうお好みで少々加えてください。材料はこれだけです。まず最初にしておかないといけないことがあって、お水が 200ml で、そのお水が 200ml に対してのお砂糖、シロップ作らないといけないので、お砂糖を先に溶かしておきます。それは200に対して120〜140ぐらいまでかな、グラム入れます。お砂糖は何でもいいんですけど、こだわってる方はね、てんさい糖とかきび糖とか使われてもいいんですけど、ミントの色が綺麗に出るのはやっぱりこのグラニュー糖が一番綺麗に色が出ます。はい、だからなので私はグラニュー糖を 200ml のお水に対して 120g を溶かして、これはねもうすでに溶かしてこう冷やしておきました。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をして最新動画をお楽しみください。これは私が住んでいるお家の屋上で育てているミントたちです。ミントシロップは特に決まりがなくて、もういろんなミントを使っても大丈夫です。今日使うのはラベンダーミントです。モヒートミント、オーデコロンミントと呼ばれるものです。ちょっと小さいですけど、これがスペアミントになります。取ったら手とこう一緒にこうやって見せるから何が何だか分かんないんです緑の前に緑置かれてもこれがスペアミントです。ベルガモットミントから最初から言ってくれたらいいのに。いや、ちょっとおもろいかなと思ってごめん。まあちょっとした違いっていうか、こうどうやって見分けるかというと、もうねラベンダーミントとかもうまさしく本当にこうラベンダーみたいな、もうお花の香りがするんですよ、ミントだけど。でラベンダーとミントが本当に混ざり合ったような香りなので、こういうね丸っこいちょっとこう形をした、わかります？はい、こんな感じがラベンダーミントで、でねちょっと間違いやすいのがこのオーデコロンミントなんですけれども、たまにねペパーミントとして売ってあったりします、ホームセンターとかで見てみると。でも違いはもう明らかで、ペパーミントはここの茎の部分がねグリーンです。こういう紫になったりしません。でこのちょっとね濃い紫になってるのがオーデコロミントと呼ばれるものです。ちょっとね香りもツンとしたこうミントの効いた香りになります。スペアミントはね結構皆さん嗅いだことあるんじゃないかなと思うけど、どうやって見るかというと、ちょっとねこういう感じ、ギザギザ肉厚がちょっとあるっていうか、筋がね結構ねはっきりしてます。あとね香りが本当に歯磨き粉って思っていただいたらいいです。ペアミント、モヒートミントはね最近よく売られてるのを見てたので、ちょっと一回自分でも育ててみようかなと思って、
あのお酒飲まれる方はね、もうヒートミントもちょっと分かんなくなっちゃった。もうね、分からないこればっかりはもう。これもね、もうモヒート飲んだことがある人なら分かるかも。いいや。なのでこのミントシロップっていうのはペパーミントで紹介されてたりもするんですけれども、もうご自分の好きなミント、もう全然あの好みでいろんなのブレンドしてもいいです。で、使う部分は今日のミントシロップはちょっとグリーンを生かしたいと思っているので、この茎の部分、太い茎の部分は使いません。葉を使いたいと思います。これなぜ作ろうかなって思ったのは、まあ季節的にもね、今ミントがすごいわさわさ多分皆さんも生えてると思うんですけれども、ミント活用の前に動画でミント爽快ジェルみたいなの出したんですよね。そしたら最近それにちょこちょこコメントが来るようになって、あ、ミントやっぱみんな使いたいんだと思って、でうちもわさわさあるもんだからちょっとこう剪定がてら作っちゃっとこうと思って、こういう作業もね、あの時間がないとできないかもしれないけれども、ミントがわさわさ生えて大量消費したいとかいう方ならば、もう特に家族が多い方ならばもうすぐ飲み終わっちゃうのでおすすめですね。私このラベンダーミントがもう大好きすぎて、本当ね、ラベンダーミントだけでも作ってもすごく美味しいんですよ。ラベンダーミントあんまり売ってないかな、売ってないかもね。今年はね、ミントの中でもこのラベンダーミントがやたら元気で、去年ちょっともうダメかなって思ってたんだけど、今年ね、ショップの玄関にもラベンダーミントを植えてるんですけど、プランターでね育ててるんですけれども、やたら元気、本当に一番元気じゃないかな、ミントの中でも。でね、大量消費がちょっとやっぱりもう大変っていう方は、ミントはね本当に繁殖力が強いので、地植えしてしまうととんでもない、本当にねとんでもない位置まで生えてきます。なのでちょっと抑えながら、たまに料理に使いたいとかたまに飲みたいとか言うんであれば、もうプランターが一番おすすめです。これはね、お子様もね、あんまり小さい子はダメだけれども、家族でこの時期から本当にあっていいドリンクだと思います。あとね、梅雨のやっぱりこういうちょっとジメジメした時期、鹿児島ももう梅雨に入ったんですけど、ね、ジメジメした時ってこう使ってしたくないですかだからこのね、ミントシロップがあると本当にお酒にも入れられるし、あとはね、ちょっと苦手なハーブティーとかに少しだけ足してあげてもいいし、炭酸で割るのが私はおすすめだけれども、お湯で割ってもいいし、お水だけでもいいです。ちょっと私は今日は 50g 使います。まず、シロップを作っておく。でその後にミントを咲いてるうちに沸騰させる。お水を準備しておかないといけないのは、ミントをさっと湯通しした後にすぐ冷やさないといけないので、氷水を用意してください。でお湯は沸騰してから、煮詰めるんじゃなくてさっとこう湯通しする感じなんですよね。それがちょっとしたコツになります。じゃあ沸騰してきたので、ここでミント入れていきます。本当にね、あれさささでいいの、さささささささ殺菌にもなるしね、香りがやっぱりこうただの生よりも香りが立つ。はい、これをねすぐ冷水で冷やす。
大きめのガラス容器使います。もう何でも使いやすい感じで、まあ、小さいよりは大きい方が使いやすいと思います。ここに砂糖水とミント入れちゃいます。でこれをブレンダーで、高いやつを使いたかったわけ。こう高いやつもう何でも使いやすい感じで、まあ、小さいよりは大きい方が使いやすいと思います。これさ、だからさ、高いやつを使いたかったわけ。こう高いやつも私が悪い雑なんですね。私これでやってんだもん、いつも。ただこの容器がうちのじゃないから何もういいよ、もうもうこれでやる。だって何これ。ブレンドできればいい。はい、ここにレモン入れます。こしてからじゃなくて今そこに入れるの。あ、そうか、こしてからちょっとはい、こんな感じです。綺麗でしょ、ほらミントの色。なんかすごい飛んでたよ私で、これロートに不織布引いてます。でね、これ私ほら失敗しやすいから大きいロートを使います。大丈夫でしょ。あ、ダメ、いつもうまくいかない。これこの間はうまくいったんだよ。助けて。もうやだやだ。ちょっとなんで？いつもうまくいくのに。こしていきます。抜けなくなった、ちょっと待って、なんで？はい、で最後ね、ギュッと絞ってあげてください。もう最悪だね私。あ、レモン
はい、これでミントシロップの出来上がりです。綺麗でしょ色。あのハーブは基本は茶色くなってしまうんですよ。でも今回の、さっと湯通しをしてすぐ冷やしたことでこのグリーンがね綺麗に出るシロップになります。ちょっとしたコツですけど本当にねこの綺麗な色を残したかったらこの作り方が一番おすすめです。この残砂、こうミントの残砂今日使ったものなんですけれども、これは捨てるのがすごくもったいないのでここに、オリーブオイルとお塩と、入れてあげて、あとレモン入れてあげてドレッシングとして使えます。で、あの他の使い方がないのっていう方は普通にねこれまだハーブティーとしても飲めますし、あとは、まあ、お砂糖入ってるので、まあ、お料理かなっては思うんですけれども、一番おすすめはやっぱりドレッシングに使うのをおすすめします。はい、でこれをどうやって飲むのっていうと、私が一番おすすめの飲み方は炭酸割りです。お友達とかねお客さんが来た時に出してあげるとすごい喜ばれると思う。まあ、甘いのが好きな人はもうちょっと入れてもいいかな。わ、綺麗、ほら綺麗じゃない。いやこれね本当おすすめだよ。これミントを最後にポンと乗せてあげます。これで飲んでみてください。もう簡単に、本当はね簡単にできるものなのでぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございます。この動画が良かったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。うん、これはもう絶対子供も飲める。ごめんなさい、美味しいって一言もないですけど。あ、いや本当美味しいです。あの炭酸割りはぜひしてみてください。すっきりして、この甘さがちょうどいい感じ。やっぱ疲れた体に。